2023年5月1日、フィギュアスケートのアイスダンス、村元哉中・高橋大輔組がチームの公式インスタグラムで、現役引退を電撃発表した。高橋が引退を決意した最大の要因は右膝にあった。時に朝起きて動けなかったり、氷の上に乗ってみて、でも練習を断念せざるを得なかったりしたことを、会見では明かしている。村元哉中は1993年3月3日、兵庫県明石市出身。5歳からスケートを始め、14年にシングルからアイスダンスに転向、15年からクリス、リードとコンビを組み、同年の全日本選手権から3連覇、18年は四大陸選手権で日本勢初のメダルとなる銅メダル、ピョンチャン五輪で15位、世界選手権では日本勢最高位となる11位に入ったが、同年8月にカップルを解消、19年に高橋との結成を発表した。162センチ、高橋大輔は1986年3月16日、岡山県倉敷市出身、8歳でスケートを始め、岡山、倉敷緑松高時代の02年世界ジュニア選手権で日本男子初の優勝、関大に進み、06年トリノ五輪8位入賞、10年バンクーバー五輪で日本男子初の表彰台となる銅メダル、同年の世界選手権で日本男子として初優勝、14年ソチ五輪6位、同年10月に引退。18年7月に現役復帰、20年にアイスダンスに転向した。22年12月の日本選手権で転向後初優勝、23年世界選手権で日本勢最高に並ぶ11位、165センチ。シングル時代の2008年に大怪我を負い、手術と懸命のリハビリを経て復帰。2010年のバンクーバー五輪で銅メダル、同年の世界選手権で金メダルを獲得するなど、鮮やかな復活を見せた。その後再び状態が悪化した影響もあって引退。2018年にシングルで復帰、さらにアイスダンスに挑戦。そして今引退を発表した村元も、2人でいろいろ話し合って決めたこと、と説明し、2日に記者会見を行って思いを語ることを発表。高橋は同日にインスタライブを開いて改めてファンに対して報告するとした。戦い抜いたと言っても良い3シーズンに2人が多くのものを残した。村元と高橋がカップルを結成しアイスダンスに取り組むことを表明したのは2019年のこと。ピョンチャンオリンピックの後、クリス・リードとのカップルを解消していた村元もさることながら、ひときわ注目を集めたのは高橋だった。シングルであれだけの結果を残した選手がアイスダンスに転向したケースは皆無。しかも33歳にしての挑戦は反響を呼んだ。二人のデビュー戦は2020-2021シーズンの NHK 杯以来、国内外の大会に出場し、2022-2023 シーズンは全日本選手権初優勝、世界選手権で日本史上最高タイの11位に入るなど飛躍を遂げた。成績ばかりでは2人の進化を捉えられない。3シーズンで作り上げたプログラムは競技用に5つ、エキシビションに2つ、そのどれもが強い存在感を放った。例えば2021-2022シーズンのリズムダンス、ソーラン節&こと、例えば2022-2023シーズンのコンが、二人の競技人生を締めくくった。オペラ座の怪人、様々な方向性に広がる創造性豊かな作品を世に送り出してきた。時間をかけて形となり、シーズンを過ごす中で磨きをかけてきた。アイスダンスの世界で新たな魅力を放つ作品を次々に誕生させたことも功績と言ってよい。村元は言う、もちろん競技としては結果を残していくことが大事なんですけど、一つの作品を記憶に残る演技をするという思いが私の中ですごい強かったです。それがすごい一致して、あっそうだよねとなって、いかにお客さんに世界に感動を与えることが大事かというのを感じられたので、3年間で見せることの大切さをめちゃくちゃ教わりました。表現を希求する点でも2人は等しい思いを抱き、また高橋から学ぶことが多かったという、そんな2人の集大成が世界選手権の世界国別対抗戦での
オペラ座の怪人であった世界国別対抗戦を振り返り、高橋はこう語った。フィギュアスケとのアイスダンスのペアとして顔取りじしい成績を残したかなだいこと村元かなさんと高橋大輔さん、息ぴったりで見ていてドキドキしてしまうほど妖艶な演技を見せてくれるかなだいですが、その仲の良さから恋人なの？結婚する？という声があるようなんです。以前から付き合っているという噂のあるかなだい、練習の時以外も一緒にいる時間が多く、仲睦まじい様子を見せてくれることから恋人なのでは？と言われているようですが、現時点では付き合っている、恋人だとは発表されていません。かなだいのアイスダンスという競技は、二人の息がぴったり合って初めて成立するものです。正式に付き合ってる、恋人だとは発表されていませんが、少なくともペアとしてかなだいの二人はお互いに波長が合っていて、精神的にも一緒にいて落ち着くことのできる相手だと思われます。その居心地の良さから恋愛関係に発展する可能性もあるかもしれませんね。かなだいの二人が結婚する可能性は、現時点ではすぐに結婚することはなさそうです。上述した通り、公式には付き合っていると発表されていないので、かなだいが今すぐに結婚する可能性は低いのでしょう。そうは言ってもアイスダンスの演技中は付き合っているのではないかと思えるほどの熱い視線を交わすかなだい、本当に息も合っていて、そばから見ていてもお似合いの二人なので、やはり結婚の可能性はあるのでは、と思ってしまいますよね。本当に付き合って結婚しないのか調べてみると、どうやら結婚の可能性もあるのではないかという理由が浮上してきたんです。公式には発表していないものの、実はかなだいが付き合っていて今後結婚する可能性があるとなぜ言われるのか調べると、6つの理由があるようです。かなだいが付き合って結婚する可能性がある1つ目の理由は、息がぴったりだから。フィギュアスケートのアイスダンスでは、本当に息がぴったりのかなだい、アイスダンスに転向してから高橋大輔さんは自分たちで満足のいく演技ができた時に、本当に一人で滑るよりも喜びが2倍3倍になる、こうやって一緒に作り上げていくのってこういうことなんだなとすごく感じたと語っています。アイスダンスの中で見せてくれるかなだいのこの表情や密着する演技は、本当に息がぴったりでドキドキしてしまいますよね。もはや付き合っている恋人同士よりもラブラブのように見えます。かなだいが付き合って結婚する可能性がある2つ目の理由は、オフでも仲良しだから。フィギュアスケートは海外遠征も多い競技ですが、かなだいペアはオフでも仲良しのようです。インスタグラムにはかなだいのチームとしてのアカウントがあります。その中ではダヨッフかなだいとして、とても仲睦まじい様子の写真を投稿も。アイスダンスのペアとしてだけの仲であれば、休みの日まで一緒にいる必要はないはずです。競技を超えて仲のいい関係を築けているのが伝わるので、かなだいは付き合っている恋人と言われるのでしょう。かなだいが付き合って結婚する可能性がある3つ目の理由は、インスタの縦読みで匂わせをしているから。かなだいがそれぞれのインスタアカウントで匂わせの定番縦読みをしているんです。2人の縦読みを合わせると、高橋大輔と村元かな枠組となります。仲良しの2人なので示し合わせてこの縦読みをしていると思われますが、捉え方によっては2人はカップルとして成立したとも考えられますね。かなだいが付き合って結婚する可能性がある4つ目の理由は、高橋大輔さんが左手薬指に指輪をしているから。高橋大輔さんがインタビューの時に左手の薬指に指輪をしていたのが確認されたんです。これは確信犯か。この意味深な指輪について聞かれた高橋大輔さんは、ファッションですとコメント。しかし、あえて左手の薬指を選ぶ必要はない気がしますよね。かなだいの2人の恋愛関係に発展があった、トーク速を呼ぶ指輪でした。かなだいが付き合って結婚する可能性がある5つ目の理由は、キスクラでラブラブだったから。演技が終わって採点を待つ間に時間を過ごすキスクラことキス&クライ、キスクラでのかなだいがとてもラブラブな様子なんです。
カナダイが付き合って結婚する可能性がある6つ目の理由は、結婚するペアが多いから、アイスダンスを踊るフィギュアスケーターのペアには、活動後にそのまま結婚したカップルが多くいます。例えば2017年小松原村&小松原美里ペア、2019年フェクドール&レイフ&メリル・ディビスペアなどがいらっしゃいます。アイスダンスは密着度の高い競技で、お互いの信頼がなければ成り立ちません。普段から練習や遠征と長い時間を共に過ごす中で、結婚に至るペアも多いようですね。アイスダンスを引退後の動向も気になるカナダイ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。